はい、どうもケダです。今回は、マスレンジャーを持って、レインボーマスレンジャーを持って、エギでバスを釣っていきたいなと思います。おるかな、ここ。ここはおれへんのかな。なんかここも人結構来たみたいですね。こんな足場前なかったもん、開拓した時は。こんなんなかったよ、絶対に。ここバスおれへんのかな、どうやろう、おるんかな。前はね、やれへんかったっすからね、ここは。えぎて目立つな。めちゃくちゃ人来てますね、これ。みんなすごいな。動画見て一生懸命探すんでしょうね、多分。すごいわ、その努力。違うとこに使う方がいいで。人が行ってるポイントを Google マップで特定するより、自分で見つける方が楽しいでしょうっていう。人が行って釣ってるとこ行って、まあまあまあ、いや今回はね、まあ十分楽しもうかなと思ってます。マスレンジャーにエギ、エギはね2号のエギを使ってます。で、まあエギね、去年の秋ぐらいに平場でバスを釣るみたいなやった時に、エギ結構試したんですよ。で、まあエギは昔からよくやってます。はい、結構ねバスはエギが好きで食ってくるんですよ。はい、食うのは食うけど、このカンナはマジ乗らん。これね、ガシラとかアコウであったりで、ムラソイとか、ああいう根魚系ね、しっかり口を閉じる系の根魚ね、食ったらバッてこう閉じる力が強いタイプのは乗るんすよ。意外と結構ね、ガブって閉じるからグサっていくんすよね。で、口の上の皮の柔らかいところにこのカンナが刺さって乗って釣れるっていうことがたまーにあるんですよ、普通にちゃんとエギングをやってたらね。ただバスは、バスってなんかこう吸い込み弱かったり、フッてすぐ吐いたりするじゃないですか。あれのせいでね、マジ乗らないんですよ。だから今回は、まあ、乗せるためにトリプルフックをつけてます。まあ、ちょっとエギでバスを釣るって言ってみながら邪道かもしれないですけど、これだけは勘弁してください。マジでトリプルないと無理。もうめっちゃ開拓されてるやん、めっちゃ足場できてるやん。あ、ちょっと待って、いきなりバックラッシュした。ちょ、あかんあかん、ブレーキ設定がちょっと竿に合ってない。もうちょっと締めようか。でこれちょっと草引っかかったらカンナが草拾うからめんどくさいな、これ。めちゃくちゃカンナが草拾うやん。でね、もう言うてる、まあエギシーズンじゃないですかね。え、エギ使っとこうかな思って。もう春イカシーズンなんで。どうよこれ。釣れるこれ。なんかダートせえへんねんけど全然。あ、食った、やばい、来た。よっしゃー、よっしゃー、生きてきた。え、すぐ釣れたやん。もうここのバス大好き。暴れんといてな、暴れんといてな、怖いから。やったよ皆さん、やりましたよ、エギでバスを釣る達成。え、なんかまともな2投目ぐらいですよね。いや、これはちょっと嬉しいな。え、こんなすぐ取れてる、取れてる、取れてる。こんなすぐ釣れると思えへんかった。カンナも刺さってますよ、しかも。これ
カンナでもいけたやんぐらいの。カンナ、カンナといえば今タックルベリー行ったら一生かかってるとありますね。橋本カンナになりたい。いや、どうでもいいけど、ちょ、待って、取れへん。よっしゃ、ありがとう。あー、花粉えぐい中、頑張ったかいやった。頑張った、頑張ってない、ありがとう。これは楽しいわ。楽しいっていうか、嬉しい。だってもうふざけてますもんね。タックルからふざけてんのに、ルアーまでふざけてもうてるから、むっちゃ投げにくいですよ。でもいや、嬉しいな。あ、じゃあ投げにくいわ、マジで。ちょっとね、若干重たい。ペナンペナンやから、竿が。でも着水と同時に食ってくれたからね、今のは。ちょっとミスキャストしたらこれよな。カンナがすごいわ。カラスのエンドウをすごい拾う。カンナが拾うからね、これ。カンナが、カンナといえばもうええってな。じゃあほんまに、あの歌マジで気狂いそうになる。タックルベリー行ってください、皆さん。マジで一生かかってますから。あ、ダートしてる、ダートしてる、ええ感じでダートしてる。ただ巻きでも釣れちゃうもんな。究極のアイジルアーですからね、エギって。ただ巻きやったら、ほら、究極のアイジルアーですよ。これ釣れそうじゃないですか。じゃあむずいわ、これ。これマジむずいわ。バスロットってすごいな、マジで。あんなにキャスト決まるんすもんね。マジむずい。ただキャストしたいだけやのに、キャストがこんなにもむずいなんて。あ、ほら、あのね、こう振るときに竿が曲がりすぎて、いつもやったらこんな草にこうガサッてなれへんのになるんすよ。だから思ってるよりもちょっと高いところから竿を振らんと。結構これむずいで、これダートせえへんねん、これ。横横なんねん。ダートしてよ、綺麗にダートしてくれる方が面白いやん、エギっぽくて。ああ、ちょっとね、時間空けて入り直しました。いや、ちょっとローライトになって涼しくなった。もうさっきね、上下カッパを着てね、やってたんですけど、暑すぎて暑すぎて、気温27度とか、場所によっては29度やったっすからね、気温計が。暑すぎた。もうほんま蒸されてる状態でやってて、じゃあちょっとね、気を改めやっていきます。でちょっと静かに寄って、またね、エギで、もちろん今回はエギがメインなんで。この竿ね、ほんまピッチングがめちゃくちゃむずいんですよ。え、なんか鯉だらけなんやけど、なんでこれ。鯉だらけで、もう生地よ、びっくりするよ、あいつ。あいつもびっくりしてんかもしれないけど、こっちもびっくりするだろうな。はい、タイニーシケイダーかな、名前忘れた。セミ、
でかっ。え、でかっ。締まり締まり。でかっ。見てこれ。めっちゃでかいめっちゃでかい。めっちゃでかい。まあ、バイバイ。え、でかっ。草。あ、お大将や。シマヘビちゃん。ごめん。間違えた。テンション上がって。シマヘビは入れた。青大将よ。おい、ちょっと邪魔やで。青大将。くっさいわ。いや、ほんまに今の、でかいし太かったで何食ったんやろ。なんか食ってた？あいつ健康体やわ。めちゃくちゃ。いやー、いいなあ、ああいうヘビ。かっこいいなあ。最初木落ちてると思って、普通に。ん？ってよう見たら、ヘビやった。あんまりにも太いから。多分動画やったら伝われへんけど、実際見たらむちゃくちゃ太かったっす。いい青大将やったなあ。結構やっぱ擦れたかなあ。めっちゃ来てるっぽいもんな。最後来た時ね、踏み場とかなかったんすよ、一個も。草でそれが踏み場だらけ。はい、ほんまにね、人いっぱい来て擦れたのかどうか確かめるためにブレディで行きます。ブレディにスーパースティック 2.5 インチ。もうこんなんね、こんなん前これやっとったら多分エグかったっすよ。これである程度流して反応がなければ、まあ、明らかに擦れたってことですよね。もうなんかちょっと不安やもんな。もう今この2頭でええとこ投げた2頭やから今の。へえ、当たれへんなこれ。マジでこれ擦れた。これで当たれへんって。ブレディ当たれへんはやばいと思う、さすがに。つうか、なんか状況が悪いか今日。おい、みんな釣られるからもう岩の中入っとけ言うてんかな。もう岩から出るな言うてんかもしれん。割とええとこずっと投げてますけどね、反応ないんで。だけど測れた。ちっちゃそうやな、めっちゃ。よっしゃ、食った食った。楽しい。ブレディ、よいしょ。ちっちゃ。はい、ありがとう。はい、一応ブレディは釣れましたね。ただ反応は薄いよ。やっと反応あったもん、今ので。当たりがないねん、それ以外。もうちょっと反応欲しいな。絶対これ擦れたよな、明らかに。擦れたいから考えられへん。はい、ピクピク。これでこれが釣れたらすごいですよね。わあ、もう全然反応ないから。おー、出た。
やっぱピクピクや。すげえ。めっちゃ引くやん。楽しい。ピクピクのこの使い方。ワームで反応なかったっすよ、マジで。マジで反応なかったのに。ほら、釣れるやん。しかも食い方が素晴らしいわ。おお、めっちゃいい感じで外れた。いや、ピクピク、すごいな、マジで。なんかあるんでしょうね、これ。ワームにはない何かが。魅力的な何かが。出たやん。乗れや。ルアーに触れてなかったな、今の。フックに触れてなかった。よっしゃー。やっぱこれよ。ほら、ワームであんなに反応なかったのに、これに変えたら反応ありまくり。よいしょー。はい、楽しいね。めちゃくちゃ楽しいわ。ありがとう。はい。いや、しかし、反応なさすぎて、エギで釣るはもうすっかり忘れてましたね。っていうか、エギで釣るの無理っす、これ。一匹目多分ほんまにたまたま。ブレディも反応ないんやで。おかしいやないですか、そんなん。これだけ、やたら反応がある。なんなの、ピクピクのこれ。ホバスト。ホバストという点が分からへんけど。マジすごいな。で、表層でなんか鳴るときとレンジが入るときとあるんですよ。レンジ入らな食えへん。ほとんど。これレンジが入って、水面直下5センチぐらい。だから目で完全に見えるレンジですね。距離が遠くても目で見えるレンジ。で、テロ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 ってなってるのがいい感じ。こうやってシェイクしながら巻くだけですからね。こうやって。こんなやりにくいサワーでもできるから、何のサワーでもできます。スピニングだったらめちゃくちゃやりやすいと思う。おお、びっくりした。飛び出してきた。うい、ブレディ。はい、ありがとう。はい、タイニシケイだ。出た。乗らへんのかい。出た。うわ、乗れへん。今のはしっかり絞り込まれるまで待ったで。あれで乗れへんか。どこ食ってんねん、これ。トリプルフック2つついてるね。で、出た。おっしゃ。乗った。あ、めっちゃ行く。よいしょ。ちょっと変なとこかかってる。頭にかかってしまってる。
よっしゃ、2回出てくれた。楽しいな。セミの時期まだまだやけど、タイニシケイだ。うん、外掛かり出方がね、えぐい、ほんまにドボン。楽しい。はい、ちょっとこいつ今日一ですね、サイズありがとう。